サバイバー。若い頃というものは真面目で誠実な男性よりもちょっぴり危険でダメな男性に惹かれるもの。見た目はイケメン、クールで意地悪なのだけど、なんだかとっても不器用で。でもそんなギャップが良かったり。ですがご主人、そういう男は学生時代はよくっても社会に出たらまるで使い物にならないことが多いんですよね。ハッキー、またお前か、このドジっ子め。まあ今までよく野生で生き残ってこられましたよ。犬それぞれ。お座り。何です、急に。君は賢いね。それに引き換えどこかの芝さんは。賢いというのは妖犬と和犬では意味合いが違うのですよ。じゃあ妖犬だけど、あれは。ご主人、あれはハスキーです。妖犬の賢さは人の指示に忠実に従うところにあります。対して芝の賢さは自分の考えに従い行動するところにあるのです。えへん。なんという文系的屁理屈。自分はどんな命令にも従います。君は体育会系だね。いえご主人、あれこそが体育会系です。早食い競争しようぜ。負けたら罰ゲームね。オオカミ、オア、ハスキー。オオカミ、犬か犬族、決して人間社会の枠にはまらず、人にこびることのない孤高の存在。世の中には2種類の犬が存在する。枠にはまらない犬と、はまる犬だ。などと言っております。同志、元いご主人。なるほど、シベリアンハスキーだ。口説き方。君かわいいね。俺と発情しない？ちっ、恥ずかしがり屋な白柴ちゃんだったぜ。バカじゃないの？ご主人、直球すぎますよ。柴犬のメスは気性の激しい子が多いのですよ。隙あらば徐々に距離を縮めるのが近道なのです。そうそう、わかった。お前があの子に襲いかかって、それを俺が助ける作戦で行こう。バカじゃないですか。犬と雷。ハルお兄ちゃん、怖い。ちょっと離れなさいよ。やだ、怖い。助けて。ご主人、もしや雷が苦手でありましたか。ハスキー、またお前ですか。ハルお兄ちゃん、雷は昔から平気だったっけ。ええー、まあ。あんたは何か怖いものあるの。あ、狭いんだから騒ぐなよ。てか大丈夫か、パグスト。そういえば聞いたことあります。パグは雷に驚いて目玉が落ちることがあるんだとか。何それ、超怖いんですけど。